阪神、嫌な負け方。阪神がレギュラーシーズン最後の本拠地戦で DeNA の4投手による冷風負けを喫した。プロ2年目の吉野に序盤から大苦戦。初回を三者凡退でスタートすると0対0の3回は3番森下が死球で出塁し、続く大山のサードゴロが失策を誘って1、3塁を作ったが5番佐藤輝明が空振り三振、前川がレフトフライに倒れた。以降も凡打の山を築いた。6、7回は三者凡退に倒れると8回はノーアウトから坂本が死球で出塁したものの、代打糸原がショートゴロ併殺に倒れるなど無安打。9回、先頭の近本が初安打となるレフト前ヒットを放ち、継投、ノーノーの屈辱こそ免れるも、得点は奪えなかった。CS ファーストステージで対戦する可能性が高い3位 DeNA 相手に嫌なイメージを植え付けられた。ビーズリーと村上はポストシーズンに使いにくくなってしまった。相変わらずの佐藤大先生、岡田監督、満面の笑顔を代打ありじゃなかった。テルは高めまっすぐ打てるようにな。最後もど真ん中だろ。阪神の選手はみんな二日酔いが残ってたんじゃね、なんて思ったが。最後の六株とおろしはしらけ、ムードが漂ってたね。昨日は奇跡的に勝ったが、今日から4連敗でおしまいか？最後に今シーズン勝共する試合だったな。こういうところが阪神ってあかんわな、ほんと昔っから。当人たちは気にしていないご様子。次はねじり返してやればいい、タイガースの方がひねってる回数は多いと思うが。昨日の逆転勝ちが、今日は消化試合だからいいやって思っていたのか？今年の阪神を象徴するような試合内容。前川も、絶対、初球の甘いストライクを見逃すし、なかなか指摘だね。またノーヒットノーラン食ろうかと思った。よかったよ、2本打てて。佐藤も選球眼ないから、当たったら飛ぶだけの普通の選手で終わりそうやな。クライマックス対戦の分析が主眼で勝敗はどうでもよい。いやいや、試合にとって、両チーム消化試合のような内容やったな。はっきり言うて、